皆さんこんにちは本日は深江市館をご紹介します深江市館は現在の長崎県佐世保市鹿町町にあります昔の肥前の国ですアクセスとしては松浦鉄道 M 階鹿町駅から徒歩5分ほどです駐車場は見当たりませんでした深江市館はかつて石垣や空堀がある堅固な城であったとされていますが 現在、鉄道工事などの開発で破壊されており、一部の空振りが残るのみとなっています。令和の今、東五神社の周囲を歩いたのですが、残存する空掘りを見つけることができませんでした。深江市館の移行の場所をご存知の方がいらっしゃいましたら、コメントいただけると嬉しいです。 方の歴史については原子の説明版と概要欄に記した参考文献を参照しております。延徳2年西暦1491年平戸の松良弘貞と田平の峰栄の対立から平戸田平合戦に発展し周防の大内義弘の圧戦で和睦となりました。 この時峰栄は長男を広貞の養子とし自らは志佐氏の名跡を継ぎ名を墨元と改めここ深江の地に隠生しましたそのため平戸田平合戦の和睦後冥王年間に深江氏館が築かれたとされていますその後峰栄改め司佐墨元は共に深江に移り住んだ三男の阿波の神澄忠に この地を領有させました。墨元の孫が正元忠政です。忠政は正元様の名で現地深江で親しまれているようで、鹿町長が設置した説明板にも深い城正元館跡とありました。 なお原子の説明版では平戸に属することを潔しとしない忠政は亡くなり慶長19年西暦1614年深江城は廃城になったとされています。参考文献の「日本城郭体系」では忠政は平戸の重信に仕え先行を建てたことや忠政の子について深江と周辺の城との位置関係などが記されていますので是非ご参照ください。 深野館は東後神社の周囲にあり、神社には肥前型鳥居という非常に珍しい鳥居があります。東後神社を中心に周囲も巡ってみていただければと思います。ご視聴いただきありがとうございました。